サムライプロデュースのマスターです。 CX30 のギアを見てみましょう。こんにちは、サムライプロデュースのマスターです。今回は CX30 のラゲッジスカッフプレートの取り付けを行っていきます。それでは開封していきたいと思います。こちらの商品は2ピースとなっております。まず保護フィルムを剥がしてもらって、傷がないかチェックをお願いします。付属品として 3M のマスキングテープ新品が1つと、樹脂面の取り付けになりますので粘着促進剤として 3M のプライマー、説明書付きで入っております。カラーはブラックヘアラインとシルバーヘアラインの2色の展開になります。フィッティング確認を行っていきます。パーツに折り返しがついているので、こちらのゴムを軽く引っ張って緩めていきます。折り返し部分を差し込むようにして取り付けていきます。反対側も同様にフィッティング確認を行っていきます。指で引っかからないことを確認ができたら、マスキングで印をつけていきます。脱脂を行っていきます。続きまして粘着促進剤の 3M プライマーを使っていきます。液だれしないように慎重に塗っていってください。両面テープを剥いで取り付けを行っていきます。ゴムを軽く引っ張って緩めていきます。引っ張りすぎないように注意してください。折り返し部分を差し込みながら装着していきます。装着ができたらゴムを戻していきます。取り付けの際についた汚れや指紋を拭き取りながら圧着を行っていきます。最後に圧着を行っていきます。